駅員さん、どうされました？どっかにお金落としちゃったんですけど。かしこまりました。現金を落とされたんですか？そうなんです。失礼ですが、おいくらでしょうか？1億円です。1億円？それは大変じゃないですか。急いで捜索を。どこに落としたんですか？どこだったかな。なんで1億円も落としてわからないんですか？ホームですか？車内ですか？ばらまいちゃったかもしれません。どういうことですか？とりあえず警察を呼びましょう。駅員さん、はい、今日はエイプリルフールですよ。知ってますよ。もう今ので5回目ですよ。もう乗るのに疲れちゃいましたよ。あ、なんかすいません。あれ？下高井戸って特急止まるっけ？次は明大前でございます。やっべ、止まんねえじゃん。車掌さん、どうされました？間違えて特急乗ってしまって。下高井戸止まんないですよね？そうですね。今日入学式なんです。遅刻したら遅刻のやつって覚えられちゃうじゃないですか。助けてください。あー、わかりました。明大前で接続取ってみますね。本当ですか？こちら2306車掌、5525車掌取れますか？はい、こちら5525車掌。すいません、明大前で1分の接続って取れますか？入学式の子が遅れちゃったみたいで。はい、わかったよ。ありがとうございます。どうですか？反対ホームの各駅停車が待ってくれてるから、急いで行ってきてください。ありがとうございます。はい、この電車1分停車します。間に合った。これは止まるよな。次は下高井戸に止まります。よかった。すいません、銀さん。はい、どうされました？通学定期欲しいんですけど、学校の最寄り何もないんで、豊橋まで伸ばして作ってもらえます？通学定期は自宅の最寄り駅から学校の最寄り駅までとなっております。通学のために非常にお安くなっておりますので、区間の変更はできないんですよ。え、困りますよ。だって三河安城何もないんすもん。そう言われましても、通学以外の理由で通学定期券は作れませんよ。じゃあ三河安城にもっと遊ぶとこ作ってくださいよ。お客様、三河安城には花と緑のテーマパーク、デンパークがあるじゃないですか。いや、高校生があそこで何すりゃいいんですか？ピクニックとかできるじゃないですか。じじくさ。ボーリングとか映画館が欲しいんですよ。三河安城は他にも。金さんはどこ住んでるんですか？三河安城だよ。すいません、金さん。はい、どうされました？遅延症ですね。どうぞ。ありがとうございます。それじゃあみんな、そろそろあいつ来ると思うから準備はいいか？すいません、遅れました。沼田、お前は何回言えばわかんだ。遅れてくんなっつってんだろ。すいません、これ遅延症です。そんなのいらねえよ。今日は先生からこれをくれてやる。誕生日おめでとう。おめでとう。びっくりしたろ。じゃあこれから沼田へのお祝いムービーを上映します。夢か？すいません、お客様。はい、失礼ですが、学生さんですか？いやー、3月で卒業しました。なるほど。ではそちらの通学定期券はもう使えないですよ。でもまだ期限残ってるじゃないですか。学生として扱われるのは3月31日までです。4月になった今はもう社会人ですよ。じゃあどうなるんですか？この場合は資格喪失後使用として不正乗車扱いとなりますので、3倍運賃のご請求となります。いや、だって分かんなかったんですよ。断る場合、警察を呼ばせていただきます。最悪の場合、詐欺罪または迷惑行為防止条例違反で検挙となりますよ。ちょっと待ってくださいよ。ということもありますので気をつけてくださいね。ああ、はい。すいません、金さん。どうされました？10分の遅延症ください。じゃあ30分の遅延症です。いつもおまけありがとうございます。失礼します。あれ、今の時間って社会のはずだよな。え、下島、こっちだぞ。今3-0で負けてるから早く来てくれ。マジかよ。今日年に1回あるかどうかの紙授業だったのかよ。こういう日は電車遅れんなよ。はっ、きしん。ちょっと駅員さん、どうされました？モバイルスイカにチャージできないんだけど。チャージは現金かカードどちらですか？現金だよ。全然吸い込んでくれないんだよ。どこに入れたらいいんだよ。あ、現金ですとモバイルスイカ専用のチャージ機やコンビニなどでもできますよ。え？スマホに入れるんじゃないの？スマホは吸い込んでくれませんよ。あちらのチャージ機使ってください。ああ、わかったよ。カード入れるところにスマホ突っ込めばいいんだろ。わかってないな。すいません、金さん。はい、どうされました？私、お腹に赤ちゃんがいてもうすぐ生まれるんですよ。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。それで電車に乗ってて、もし陣痛が来たらと思うと怖いんですよ。なるほど、そうですよね。はい、でも安心してください。過去には車内で破水してしまったんですが、周りの女性のお客様のサポートもあり、車内で無事に出産されたという方もいらっしゃるんですよ。へえ、そんなこともあったんですね。
はい、フランスの鉄道会社では車内で無事に生まれた赤ちゃんに対してお祝いとして25歳まで鉄道料金を無料にするなんてこともあったんですよ。へえ、それはありがたい。お客様が思う以上に私たちはもちろん周りのお客様もサポートしてくれますよ。なんだか安心できました。お客様、まさか破水しました。すいません、金さん。はい、どうされました？東京駅に妖怪がいるって聞いたんですけど。妖怪ですか？駅にはいないと思うんですけど。いや、いるって聞いたんですよ。妖怪ですよね。あ、もしかして妖怪エクスプレスのことですか？何ですかそれ？ラーメン自販機です。ラーメン？妖怪じゃないんですか？はい、東京駅に期間限定で置かれているラーメンの自販機が妖怪エクスプレスって言うんですよ。ややこしいですね。でもたった90秒で出来たてのラーメンが食べられるのでおすすめですよ。でももしかしてその自販機の中に。いないですよ。すいません。はい。あれ、翼どうしたの？切符の払い戻ししてほしくて。なるほど。ですと乗車券と特急券の手数料を引かせてもらって。やっぱ手数料かかるよね。あとですね、翼は日頃のお礼の手数料も引かせていただきますので、お返しが30円ですね。何それ、私ももらいたいんだけど。嘘だよ。はい、これお返しね。ありがとう。お気をつけて。あれ、ないな。お姉さん、どうしたんですか？あ、切符をなくしちゃって。そうなんですか。じゃあ僕の切符使ってください。え、でもそしたら。いいんです、お姉さんのために覚悟を決めました。そんな、いいんですか？もちろんです。困ってる女を助けるのが男ってもんですよ。ありがとうございます。すいません、金さん。はい。切符をなくしてしまいました。おいくらの切符ですか？140円です。安っ。すいません。はい、どちらまで行きますか？あれ、マナカ。来週の土曜日、舞浜まで2枚お願いします。あれ、来週の土曜日って俺の誕生日じゃん。ん？そうだっけ。舞浜ってことはディズニー行くの？うん、友達とね。ふーん。お帰りはいつですか？次の日です。はい、じゃあ一人寂しく誕生日過ごします。じゃあこれ舞浜までの切符です。楽しんできてください。気づいてるくせに。